地震考古学とは、地震学と考古学を合わせ持つ学問であり、遺跡にある、地震跡の調査と、歴史資料の地震に関する記述との照らし合わせによって、発生年代の推定や、将来の地震の予測を行う、新しい学問分野である。提唱者は、寒川朝日である。提唱者である、寒川明は、学生時代に、大阪平野東部にある。 古市古墳群の空中写真を目にし、本田山古墳の前方部にある大きな崩壊跡と、その跡を通るように南北に走る断層崖の存在に気がついた。これは活断層ではないかという思いを抱き、研究職に就いた後に調査を始めた。その結果、マグニチュード7.1程度の大地震によって、本田山古墳が切断されたと判明した。その後も、 遺跡発掘現場をめぐり、地震跡を研究し続けた。地震考古学とは、このように、考古遺跡から発見される、地震跡から、時には現存する、文字資料も調べて、地震の発生年代の確定、地震の発生間隔の把握、さらに将来の地震の予知にも役立てようという学問である。この新しい学問分野が提唱されたのは、 1988年5月に開かれた日本文化財科学会と日本考古学協会においてであった。日本列島は地震が多く、考古遺跡も各地に点在している。さらに歴史資料も数多く残っている。寒川が述べるこのような環境において地震考古学の研究を進める意義を挙げる。古墳、住居。 柱穴などの様々な移行に断層が見つかった場合、断層面に直行するようにトレンチを開け、断層面の傾きから、正断層か逆断層かを判断する。日本の活断層の大部分は逆断層なので、逆断層を発見した場合は、地震の可能性が強い。正断層の場合は地震に伴って生じた地盤の食い違いを示すことが多い。 断層の見られる地層の上に別の地層があれば地震発生の年代は上の地層の年代よりも前で断層がある地層の年代より後だとわかる。地割れが見つかり地割れの内部がその地層の物質とは別の物質で埋まりその上に新たな地層がある場合地震の発生は上の地層と地割れが始まっている地層の間の時期となる。また 地震当時の地表部に堆積していた地層がまだ柔らかく、貝の地層が割れた時に一緒に割れずに内部に流れ込んだ地割れ跡もあるので、この場合は地震発生時期の推定に注意が必要である。地震に伴い地下水を十分に含んだ砂や砂礫層で液状化現象が起こり上にある地層を引き裂くように噴砂が発生する場合がある。噴砂の通り道は 砂の詰まった細長い割れ目の形を示している。砂脈が見つかると、これに直行するトレンチを開けて、液状化が発生した元の地層を確認する。液状化の元の地層の表面付近は、土圧や地下水の影響から、地震後も形態が変形しやすいという特徴がある。地震発生時に地表面に広がった噴砂は、 保存条件が良い場合、上の地層の中に盛り上がった状態で残っている。この場合は、噴砂の覆う面が地震発生時の地表面なので、時期の推定が正確にできる。しかし地表面に出た噴砂は流出しやすいので、先端が削られた状態で残っていることが多いので、多少わかりにくいかもしれないが、地震発生の時期は、 津波役の見られる地層とそれを覆う地層の間だとわかる。様々な発見がなされてきたので、その一部を挙げる。ありがとうございます。